海と日本。飲み物を便利に購入できる自動販売機、ペットボトルも缶もきちんとリサイクルすることが海を守ることにつながります。岩手県盛岡市中心部にある飲料自動販売機の脇に置いてあるペットボトルと空き缶を回収するためのリサイクルボックス、そのボックスの上に乗っているのは岩手県 3R 推進キャラクターのエコロルです。可愛らしいデザインで分別・再利用を呼びかけます。このオリジナルのリサイクルボックスは日本財団が推進するプロジェクトチェンジフォーザブルーの一環として、地元のみちのくコカ・コーラボトリングの協力を得て製作・設置したものです。海に流れ込むプラスチックごみを減らしたい、海洋ごみの中でも特に問題視されるペットボトルもリサイクルすれば立派な資源になります。その回収のために置いてあるリサイクルボックスですが、悩みがあります。リサイクルできないゴミまで入れられてしまうのです。まだまだゴミ箱っていう印象があると思うんですけれども、あれはリサイクルボックスですので、ペットボトルであったり缶だったりっていうのをちゃんと捨てて適正に捨てていただければなと思います。そこで今回このエコロル型のリサイクルボックスを設置する前後で紙くずなどの一般ゴミが入れられてしまう数に変化があるかどうか2週間調査してみました。その結果、設置された3箇所すべてでエコロル型のリサイクルボックスに変えてから一般ゴミを入れられる数が大幅に減りました。きちんとリサイクルすることは海を守ることにつながる。エコロルの愛らしい呼びかけはこれからも続きます。海と日本プロジェクト in 岩手は日本財団が推進する海と日本プロジェクトの取り組みの一環として行っています。見てくださってありがとうございました。 Twitter、Instagram、チャンネル登録をよろしくお願いします。